コスです。今回は映画風に仕上げるテクニックをやっていきたいと思います。早速スタート。まずは新規コンポジションを作成します。そこに新規の平面で黒の背景を作ります。ここにエフェクトのグリッドを適用します。パラメータを調整していきます。アンカーを画面の端に移動させて、あとはグリッドサイズは幅&高さスライダーを選択して、幅は2000ぐらいにしておきます。で、高さを8にします。するとこのような横線がたくさんできます。はい、これをプリコンポーズしていきます。名前は横線としておきます。そしたらそれを複製します。そして複製した分の名前を横線ノイズとしておきましょう。複製が終わって、次に横線ノイズのトランスフォームを開いて、不透明度を20まで下げておきます。で、横線の方の不透明度は 10% まで下げておきましょう。そしたら横線ノイズに新規のマスクを追加します。そしてそのマスクの高さを調整して、このような感じで細い横線にします。そしたらそのマスクの位置にエクスプレッションを適用して、このようなコードを入力します。これは縦のみに移動するコードになります。エクスプレッションは僕も絶賛勉強中です。ランダムで縦の数値が変わっていくエクスプレッションになります。はい、コードの入力が終わりました。はい、こんな感じでノイズのエフェクトが入りました。はい、そしたら次にコンポジションに動画を並べていきます。今回は紅葉の映像になります。これにエフェクトを入れて色をいじっていきたいと思います。横線とノイズは切っておきます。そこに新規の調整レイヤーを作成して、動画のすぐ上に持ってきます。そして調整レイヤーにエフェクトの色かぶり補正を適用します。はい、パラメータを調整します。色合いの量を 50% にしておきます。再びエフェクトの次はトーンカーブ、これを調整レイヤーに適用します。ここから色を変えていきます。まずは青色のトーンカーブを調整します。今回は赤と黄色を強めに調整していきたいと思います。ここは好みで調整していきましょう。次に緑を調整していきます。そしたら赤を調整していきましょう。もう一回ちょっと緑を調整します。そして最後に RGB のカーブをいじってコントラストを調整していきます。右上の明るい領域は明るく、左下の暗い領域は暗くします。もう少し色味を調整していきます。
色味の調整は元の映像によっても変わってきます。はい、こんな感じで色味の調整が一旦終わりました。そしたらノイズの横線をオンにします。はい、するとこういう感じのフィルムの雰囲気の映像になってきます。ここに新規の平面で黒の背景を作ります。そしてこの背景にマスクを追加します。マスクのマスクパスを開いて上と下の数値を変えていきます。そして反転にチェックを入れます。するとこのような感じで上下黒みが入る画面になります。はい、これでより映画の雰囲気が出てきます。最後に色味を調整していきます。はい、こんな感じで色味の調整も終わりました。これで完成です。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録お願いします。